北大田市街地北大田市は関東地方北部、茨城県東北部の県北地域にあるし、南北に長い地域を持ち、面積は茨城県の自治体で最大。西から順に浅川、山田川、里川が並行して南へ流れ、それぞれの川に沿った谷に、旧金佐号町、水府村、里見村の集落と高地が広がる。里川に沿って、 国道349号が貫通するが、途中の東川地地区は、日立市駅であり、旧里見村と旧日立大田市とは直接隣接してはいなかった。旧里見村地区は、東川地,地区と本山トンネルを介して、日立市街とも交流を持つ。浅川、山田川、里川はいずれも、市の南京を流れる久慈川に合流する。旧日立大田市街は、川が、 九時川流域の平野に出る谷口の湾に位置し、周辺の中山間地域を広廃地に、旧九時郡南部の商業中心地として発展した。南部の九時川本流沿い、また、蒸気三河線も九時川との合流点に近づくにつれて広い、中石平野が明け、それぞれの流路に沿った自然堤防上に集落が分布し、広廃湿地には水田が広がっている。 細かい境界の変遷は省略。日立大田市中心部周辺の空中写真。1986年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる。水軍船の大田市船は本数が少ないため、 日立市や東海村の常磐線の駅や中市の上菅谷駅、売り面駅を利用する人も多い。市内で場所によっては常磐線や水軍線の本線の駅の方が近いところもある。過去の鉄道路線日立大田市市民バス奥、九時南大山。ありがとうございます。